はい、ダビちゃん、うん、メインちゃん前のダビちゃん、うん、デッキを組みます、マイナポイントが入ってないですね、まだっていう動画ない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 、それはそれで今それはそれで俺やってるんで、それはそれでやってる、マイナポイント入ってるかどうか今確認するっていう動画とダビさんが同時並行別でやんないの別でやればいい。さあ、入ってるのか。何マイナーポイント入ってるわけ。2万円入るはずなのに入んないからさ。2万は一気に入んないよ、あれ。俺もやったけど。1万5000がね、入るはずなのに。1万5000は入るよ、うん。まだ入ってないんだよ。ああ、だから、時間かかるよ、あれ。なんで今、半額でも期限終わったもう期限終わったよ。うん、でも俺はその、あ、その前に、ね、前に申請してる。はいはいはい、じゃあ、ありえんじゃないの、登録は済むけど。ねえ。入ってないや。でも結構かかるよ、あれ。あ、でも結構かかるもん、何も9月か、あれ、締め切り。そうそうそう。じゃあ、なんで入ってない？いつやった？俺も自分のはだいぶ前だけど。あ、そうなんだ。家族のを、あの、子供？子供のもできるからさ、あれ。おぉ、うん。子供のがもうギリギリ9月だ。子供も1万5000と5000で2万円分入る。2万2万。へぇ。そのためにわざわざ子供の口座作ってさ、あれ、本人の口座じゃないとできないから。うん。そうそう、作り行ったよ。これまあ、これいい機会だと思って。いいよね。計算作ってなさそうだな。え、やってないの？やったでしょ、マイナポイント。うん、作ったよ。ああ、作ってるわ。さすが。さすがにそれはやるんだ、でもね。別に。なんか、めんどくさがってやんない、もうありそうだ。ああ、まあちょっとだるかったね、やっぱり。マイナンバー作んなくていいと思ったけどさ、やっぱめんどくさいよね、いろいろとできないもんね。いや、そうね。そう、意外とめんどくさいなと思って。で、あとやっぱ持っとくと楽だね。楽。うん、なんか結局。もう全部これになってるからな。そう。コンビニで順位表出せる。いや、それめっちゃ楽、マジで。それいいね。それが神だと思う。それは超便利。入ってない。なんで？まあ遅かったからな、ギリギリだったのよ、言うても。ああ、だから、繁栄が間に合ってない。1ヶ月ぐらい？ん？一回つぶやいて。そんなことないよ。俺全然。9月20日だって、俺の最終申し込み日は。で、申し込み済みになってる、全部。ああ、じゃあいいじゃん。じゃあもうちょっとで来る？でも一回経っちゃうよ。やばい。そんなかかんの？まだラストだから駆け込み多いからかな。にしても遅くない？いや、俺全然そんなことなかったよ。9月、俺も夏だった。不安煽るじゃん。うん。不安煽る。そのために生きてきてるのに。そのために生きてんの、最近？もっと楽しみあるじゃん。入るかなって思ってさ。他にもあるでしょ、楽しみ。俺はしれっと今、杯のデッキ組んでるからね。ああ、そうなの？ケイさんが今日、杯使うから。マイナンバーカードも入れてさ、自分のさ。なんかやれない？めちゃめちゃ個人情報。個人情報出るわ、めちゃめちゃ。もう一番。なくしたらやばいのかな？いや、やばいでしょ、マイナンバーは。住民票も出せちゃうってこと？でしょ、あ、でもパスワード必要だから、あれだけど。100% ってことはないだろうけど、でも大事だよ、めちゃめちゃね。うん、はい、これだいぶかかってないだよ、にしても。ツイッターで見てるか、こういう時はな、やっぱみんなの意見っていうのをさ、みんなの意見こうな。マイナンバーの詐欺メールが今来てると。あー、危ない。そうやって待ってる人がいるんだ。危ないぞ。そんなのあるんだ。今何枚？この辺が悩み枠かな。期限日に合わせて登録してよかった。2万は嬉しい。マイナポイント入ってた。入ってるやついるじゃねえか。俺より遅いのに。俺より遅いのに。ほんと部屋で見るような SNS のチェックの人か。おかしいですよね。俺もそうじゃねえか。この人に言おうか。いい意味わかんない、その人に言うの。僕入ってないんですよ。その人に言うのはもうやばいって。当たりやすぎる。マイナポイント入らないで調べよ、そういうのはね。え、でも申請済みにはなってるでしょ。申請済みにはなってる。じゃあ待ってくんじゃない。待ってくる。そんな急ぎで、え、今ね、いくらもらえるの。そんな急ぎではなくてもいいんだけどさ、やっぱ入ったら嬉しいじゃん。まあ1万5000じゃない。もう多分5000は遅いの。もう遅い、多分無理だよ。もう、あ、俺もそっちもやってるよ。
あれなんで2万になるんだって。あれはその期間中に両方に2万は来るはずで、もないとなでも1万5000と5000は多分別で来るはずだよね。そう、要はあれっていうのは買い物しなきゃいけない。あ、やってますよ。もあ、それはもうやってあんだ。そう、あ、だからそれはもう受け取り済みってこと。でもそれもまだ来ない。え、そんなことないよそれはそんなことない、使った時に来るんだもん、あれ嘘だ、そんなことないよ。いや、俺楽天ポイントにしてんだけどさ。あ、じゃあもう来てん、あ、もうじゃあ来よ、いや、え、で来てんの。いや、登録してから2万、いや、2万使わないとあれ5000入んないよ。そうそうそう、使った、登録してから。うん、あ、じゃあもうちょっとしゃべるんじゃない。え、でも、え、待って、え、でももう10月でしょ、そんなことある。不安が煽るよ。いや、煽るよ、そりゃマイナポイントの動画じゃん、これいや、俺のデッキやってどうでもよくなっどうして見えてないしね、皆さんね俺もそんな、もうそっちばっか今マイナポイントが入らない男の葛藤ね本当だよ、こっちの効果とか喋る間もないよ、そっちが気になっちゃってはい、もう入らないとか言ってる人があんまいねえな。うん、もう入るからね。うん、10、これでいいや。はい、うん、なんでそんな遅いの、そんなことある。ちゃんとできる。さんもらったマイナポイントも。もう結構前だよ、だってそれ。あ、マイナンバーカードちゃんとやったんだ、もう早めに。うん、偉いね。うん。偉いね。偉いとかある。うん、便利だからね。マイナカードね。どんだけ作ってないんだろうね。まだ半分ぐらい作ってないのかな。そんなことない。どうなんだろう。全然まだなんじゃない。ちょっとコメントにぜひ皆さんね。だって保険証代わりにもなるでしょ。まだなんないのか。でもその申請で5000円分とかだったよね。そうだよね。うん、でも結局これ今保険証普通に出してんだけど。いや俺もそうだったな。いや俺もだ、まあ、俺はそうか俺はそうか。まだってそっか病院行ってないもん俺はそうかだからあれマイナンバー出してもいいの。あれいけんの、多分その登録してるのいけんのかな。なんか俺も正直そこまでしてやってみようかなと思って、アホなふりしてこっちでみたいなさ。あ、でも病院行くことねえかな。まあでも行けばいいんだよ多分、とりあえずなんかいやいやいや、ねえよな、健康なんだけど。どうしたんですか、何もないですでも大体、ガチで体調悪い時聞くからそんな余裕ないよね。余裕ないね、マイナンバーカードですけどね。なんか、いけんのかな、じゃあ工事がすげえうるせえ。今日なんかやってるな。今日もね。いつも。いや、最近静かだったんだけど。今日直接の時に当たって、ガガガガって向きだった。俺んちも工事してるから。なんでみんな工事してるの。トイレの前で撮ってるんですよね。トイレの前で。マイナンバーこれ入んな、2ヶ月、まあ1ヶ月ごとにこの動画出ると思うんで、来月またねいやいやいや、いやそれは絶対報告した方がいいって、その、いや、連絡した方がいいよ。え、でも確か入らないって言ってる人少ねえな。だから聞いたことないよ、そんな。入るっていうワードじゃなくて、なんかあんのか、参るみたいなさ、そういう特別なワードあるんじゃない参り込むみたいな、うん、参り込んでないとかって調べた方が入らないっていう検索ワードが悪いのかも。使ってないよ、みんなそんなことしないでしょちょっとKさんのデッキ入れてあげてるから、スリーだ。イエーイ。ケイさんが杯使うの。わかんないよ。ケイさんこれ使う。何すんの、杯来て。杯は強いよ。結局。何杯？青黒杯。昔のやつ？うん、今期だよ。第5弾。なんかあの、リーダー効果は何？リーダー効果を使ったら相手リーダーをバーンってやるみたいな。そんな、そんな杯の本性みたいなこともないです、そんな。ない。スクワード操るとかさ。相手のスクワードを、ね、こっちのモンスターにする。心変わりみたいな。そんなにスクワード入ってないよ、みんな。流星火山で相手のモンスター全員一掃とか。あ、いいね。最強やん、そんなの。強っ。ちょっとケイさんの手伝って。これ、ちょっとスリブから出して、これ。他のに入っちゃってるから。こっちの青に揃えないと。いいじゃねえ。いいじゃねえ。いいじゃねえじゃないの。いいじゃねえじゃないの。出してんの、これ。出して。え、出せない。逆に俺それやるからこっち入れるでもいいよ。
いや、杯強いからな、言うて。今普通に全然優勝とかもしてる。基本は何をするデッキなの？相手のカードをもうバカラどかす。まあ合ってんだ、じゃあ言ってることは。ほんとそうよ、杯みたいな感じ。破壊するってこと？破壊もだし、優勢カード、あと手札に戻す。ああ、そっか、青だからね。そう、青だから。で、青は要はデッキの下に送るとかもあるから、うん、なんかインペルダウンに送るみたいなね、イメージで。強いんだ杯、強いね。次、何段が出るんですっけ？次は6段だね。強そう。ね、まだそんな発表されてない。発表されてんだ。今、ヤマトとかは出て、俺もちょっとまだ6段だね。まあ、これ出てる時にはね、もう詳細出てると思う。そこまで終えてないんだけど。なんてやつでしたっけ？また試すな、俺を。ゾロとサンジで、双璧の覇者。双璧の覇者。よし。本当？本当かそれ。大丈夫だよね、多分。アンティースカードにしたら結構な。双璧の橋だよね。双璧の橋、はい、はい。そのスリーブ置いといて。いらないよ。いらないじゃないの。じゃあまあまあまあ、持っとくか、俺カバン入れとくかいいじゃん。入れといて。なんで出とこない。双璧なし出てくるでしょ。双璧なしだ。おらおらおら。あ、やらかしなしにしなきゃ大変。やらかしなしにしなくていい。やらかしなしにしなくていい。なんだ、佐藤さんが。やらかしありって俺が書いたね、コメントで秀逸なのがあったんで、それだけ紹介したいんですけど。どういうこと？なんだっけな。やらかしありって書いたんだ、俺が。タイトルに？タイトルに。まあ、たまにあるよね、最近。そうするとすごい伸びるのよね。でも、だから言ってんだけど。なんでそんなみんなやらかし見たがってんだ。いい、これ、秀逸だね、これ。何？どこのやらかしありにここで書いてあったんだっけな。なんか、やらかし、たかし。にやらかしありは、うん、なんか頭痛が痛いと同じ意味だみたいな、書くなよみたいな、そんなことはみたいなこと書いてあった。俺がイコールじゃん。俺がやらかしイコールになってんじゃん。それすごいね。それすごいね。それ秀逸だね、それね。めっちゃおもろいじゃん、それ。いやいや、ね、ちげえわ。ちげえわ。俺だってやらかさない時だってあるもん。なんで俺常にやらかしてるみたいなんだよ。なるほどね、うん、常にやらかし人間みたいにしないで、うん、同じ意味ね。同じ意味。頭痛が痛いと同じ意味です。腹痛が痛いみたいなことね、だから、うん、やばいな。それ笑っちゃうね。最近やらかし動画多いですね。そんなやらかしてる？わかんないですけど。そんなやらかしてないでしょ。昨日生配信で俺ちょいちょいやらかしそうだったからな。仲間がいるよね。仲間がいるよね。ちょうど今その次の日撮ってるけど。生配信緊張する。やっぱ仲間がいるよとかでやってる生配信は、公式のチャンネルはやっぱ口滑らせらんないから、まあ言えないね、そこはやっぱりちょっとそこはあるね。要は例えばジャンプの話したらまずいじゃん。そうだよね。そうそう、やっぱコミクサーに合わせてるから。おちんちんとかそんな言わない方がいいもんね。おちんちんは基本言わない方がいい。日常生活でもそんな子供に父とかしか言わないから。危ないよね。危ない危ない。今さらっと言ってる。さらっと言ってるけど言わないのね。それはちょっとやばいね、うん、言わないし、ね、子供も見てる可能性あるからね。もう2年ぐらいやってます。あれもうやってるよ、2年。すごっ。今9月、10月だから2年、7月からだから2年3パーティーしようじゃ、2年続いたし。俺らで、俺らで。いやいや、なんでそっちでやんないので、入り込む、ちょっと仲間っていう感じ出してさ、俺と K さんも仲間がいるよの、うん、で、次の収録さらっと行くみたいな。やば、やば。当然のようにいるみたいな。できた。うん、できた。いいじゃん。ケイさん説明するから。あ、聞いといた方がいいよ。今やる？動画界でやる？聞いちゃえば、ここで聞いちゃおうかな。まあ基本は、うん、コスト通り出していったら強いですね。コスト通り出す、例えば4度のターンはルッチ。ああ、そのもう全部使い切っちゃっていいんだ、そのターンに。まあもちろん相手の場にもよるけど、で、うん、俺今日歌使うから、あんまりこうカウンターデッキじゃないんだ、うん、
あ、そうだね。だから相手の、キャラをとにかくどかすどかす、はいはい、で結局後々攻めていくみたいな、うん、でただその反面歌は結構展開力があるからもうきついよ。だからでもというとはいえ、まあ、あのコスト低いからはいはいはい、はい、だいたいやられちゃう。あだからこっちは展開していくし杯は除去していく、うん、で歌は一生手札ドローするからずるいじゃん。ずるいなのだから今強いの。結構ドローってデッキと結構ドローするへー、じゃあなくなんじゃんデッキ。あ結構だから減るよ。えじゃあもう歌マジで負けんじゃんその時点で。まあゼロまでさすがにいかないけど、で長期戦になったら多分やっぱこっちの方が最終的には状況が勝るんじゃないかな。あ削りまくると、うん、だからこっちはライフを多分先に詰めたいっていう戦いになりそう、はいはい。でとにかくコスト使い切ってどんどん場に出しまくって、うん、削って、そうそう。でブロッカーもまあ優秀なのなったりとか、はいはい、袋入れてるじゃん。よかったじゃん。袋入れチャパパ、チャパパ言いますね。本当だ。チャパパは2枚。まあちょっとこの辺の枚数は俺もあの杯めっちゃ使ってるわけじゃないから、ね、リーダー効果使うと思います。リーダー効果は起動メインターン1回、うん、自分の手札1枚捨てることができる、うん、カード1枚引く、毎ターン手札入れ替えられる。ああ強いね、うん、手札入れ替え絶対だから、いらないカード捨てて欲しいカード引ける。もうだってこれもいらないでしょ。横とかもいらない、いらないし、ただただ強い、しかも強いじゃん。で、でプラスでドン1つけてアタック、いや6000アタックした時に、うん、好きなキャラをコストマイナス11キャラ。えあそれもついてんの。ついてる。2個いけんの。2個いける。だから強いんですよ。え強いよ。でだから例えばこの杯とかは7コストで4以下をデッキしたんだけど、つまり5以下デッキした。おお、だから多分俺杯の方が有利な気がしてきたから調整した奥にできんだ。うん、だからもう5以下だからほとんどっていうか、はいはいはい、ちょっと勝手に行きやすしてきた。強いね。強いよ。でミホークが1番7コスト以下をデッキしたね。はい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 、うん、でまあ使い方の癖があるのは、まあ、ルッチぐらいかな。4コスト6戦これ最速で出したら強いんじゃないかな。強くない。でも4コスト6戦って強い。普通にあのバニラと同じで、ただカウンターないけど、うん、で登場時自分のトラッシュのカード3枚を好きな順番でデッキの下に送る、うん、でトラッシュに3枚ないとできないんだけど、そしたら相手の2以下と1以下KO、 2体 KO です。2面処理強っ。だからルッチの出しどころによってはこっちはもう2面取られちゃうから、バンバンってねんだ。そうよかったよ。だ毎ターンこの最初からトラッシュ捨てておけば早めにこれが発動。あトラッシュしとかないと使えない。そうトラッシュに3枚カードがないとできない。トラッシュの3枚をデッキの下に送って初めて発動できる。トラッシュかそっか。あちょっと待って、ゴミとトラッシュって一緒だっけ。ゴミって何じゃん。ゴミとトラッシュ合ってるけど。いやいや、それは英訳で言ったら。英訳で言ったらそうよ。カードはゴミって。ゴミとは言わないでほしいよ。ゴミって言って、ゴミ箱。あ、なんつうの。墓場ね。墓場ね。墓地と別だっけ。いや、一緒一緒。遊戯王システムだ。トラッシュ、そう遊戯王。トラッシュだよ。もう一体全部だよ。え、全部。墓地は墓地だもん、ね。墓地は墓地。ゴミとトラッシュ一緒だっけ。急に英語の授業。除外とかあったよ。除外とかない。だ基本今じゃ多分除外ないよね。ワンピカードワンピカードないです、ね。出てくんじゃん。ポッカー。そうそうですけどね。いやちょっとなんかこれ歌どうなんだろうな。不利なのかな。強いかも、ね、ちょっとやってみないとわかんない。俺もちょっとさ両方ともその初心者だから、歌も杯も全然触ったことないから。はい。2位。まあこっちは先上がってる可能性もありますね。これは。あこれね。まあいいよね。まあいいんじゃない。ね。まあメインでこの2つ戦うんだっていうのが、うん、結果はまだこれこんなで取るから。うん。シード。10、14、15。これ10枚ちょうどじゃなくて負けさせるみたいなことやりそうだね、高橋。やんねえよ。それ本当にやらかしだった。本当にいよいよ。いよいよやらかし。最初から負けてたんだよ、みたいな。お前はな、俺の策にハマってんだよ。クソ野郎じゃん。何が楽しいの、それ。自分たちの動画でやる。大会とかでさ、本当にこすいやり方するとかじゃなく。ああ、それはいいね、でもね。いやいや、相手のカード、どっかになくすはもうやばいでしょ、もう。そんなやつカードゲームやっちゃダメよ、もう。123456789112345678910123456789112345678910危ねえ、1は多かった。うわあぶねえ、あぶねえ、またそういうことすんだ。うわ、トラップカード入ってた。ね、本当に一枚多かった。うわ、危ねえ。危ない危ない。まあ、ギリセーフだな。うん、な、ギリセーフだろ。俺は気づいたから。危ねえ、本当にやらかしそうだ。なんでスリーム一枚多いんだ、俺これ。危ねえ、危ねえ。どれ抜く、ちょっとケイさんどれ抜くか。まあいいか、とりあえずこれ抜いとくか。アイスエイジだと。いや、でもこれ抜いたらケイさん有利になるな。
なんで？いや、アイスエイジ多分ほとんど使わないカードだと。え、いらないカード入ってんの？いや、だからルフィとかには強いのよ。だから他のデッキは強いんだけど、結局今日対戦するのウタだから、あコストマイナス5できるから。ああ、ね。だから例えばカイドウとか、コスト9のやつとかでかいの取れる。次は必要なカード、ね。ただでかいのほとんどいないから、ウタは。うん、まあ、ケイサ有利にしてあげよう。やったぜ。でもケイサに戦い方を教えちゃうと、ケイサ強いからな、ちゃんと。そんな強くはないよ。やってへんのよ。うん、ケイさん強いよね。え、言うても多分普通にやったら絶対ちゃんと強いのに。やんないから。やんないから。でね、カードがやっぱいっぱい出てくると俺覚えられなくて、結局さ、それのところあるじゃん。まあ、相手のデッキがどういう特性のデッキで、うん、こういうことやってきますよが頭に入ってないと、まあね。結構カードゲームきついじゃん。それはそうよ。大変だけど遊戯王ってその辺あんまなかったもん。だそんなんで考えてやってなかったら結構だから。そうだ、ね、昔は。多分昔はそうだ。多分本当に考えてない。サイコショッカー入れれば。いいやみたいなあったもんね。こいつレアだから入れようだ。そういうこと。レアなやつ入れたかったもんな。カードが増えてくるとさ、結構ね。まあでも言うてもさ、そんなに診断だから基本。基本は新しいカードだから。古いカードも言うても、まあ、もちろん強いカードはちょいちょい入ってくるけど、でもそれってもう知ってるカードじゃん。やってけやってる。それ大変だね。だからどんどんだから更新しなきゃいけない。脳みそがさ圧迫されていくわけでしょ。だから、うん、フルデータが。まあそうだけど。基本は一番新しい段が一番強くできてるから。まあそっか。だからみんなそこしか使う。だから俺もほとんど、だから杯とかほとんど俺も正直新しいカードは覚えてるけど。確かにそっか。このアイスエイジあれマイナスなんだっけとかまで。今の時代にいきなり白ひげで来る人があんまりいない。あ、いないね。だからもう白ひげのデータは別に覚えなくていいわけだ。変な話。まあなんかそういうの悲しいですね。悲しいな、それな。悲しい。まあまあ、まあまあね。まあまあ、でもそれはそう、強いのどんどん来るんだから、それはそうだよな。ポケモンみたいになっちゃうのかな、こっからここまで環境みたいなのになるのかな。いや、なると思うよ。今だって2になったの。この右下の数字が、うん、いや、1年経ってから2周年になるぐらいから2になったの。で、これは古いカードは1。1年目は1だし、ここに、だから多分ここが1が今後使えないとかなんじゃないかな。多分ね、多分、今後よ。だいたいどっかしらまでこう強くなっていって、うん、急にこうなって調整するときもあるよね、その強さを。はいはいはい。で、そうすると昔の使えないみたいなさ。だからどういうバランス？ポケモンとかでも使えなくなってるやつは高いってことだよね。コレクション的な、ね。コレクション的な。ああ。使えなくなっても高いってことか。そうそうそう。なるほどね。だからシャンクスとかずっと高いんじゃない？出なくなるんじゃない？だってそうなると。え？そうなるともう売らなくなるのか。生産しなくなるのか。いや、どうなんだろうね。だってもう使えないもんだとね。確かにね。もしかしたらそういう時が来るかもしれない。でもそうなると高くなるんだね。やっぱ高くなるというかレアになるんだね。まあね、ロマンスドーンの箱がね。あ、そうだね。だから持っといた方がいいんだよ。箱で持っといた方がいいんだよ。心情のあれだからね。開けちゃうね。開けちゃうよ。開けちゃうね。結局俺らがさ、遊戯王カード当時やってる時はずっと持っとけばさ、やばくなった。やばかったね。でも俺多分家にあるよ、多分ブルーアイとか。持ってきてよね。売ろうよ。早っ。人のカード売ろうよまでの思考早っ。パーティーしよう、それで。パーティーしよう。なんで、なんで俺のカード売った金で寿司ピザパーティーしよう。寿司ピザパーティーしようよ。ピザパーティーしたいね、そうそう。いいじゃん。水曜日が、ね、安いんだよね。え、今まだそんなのやってるの？なんかね、もうやってるのかな。もうやってるんじゃない？どういうわけで。あ、なんか一回それでだからなんかあったよね。やったよ、立ってる。え、違う、ニュース、そのなんかさ、安くなるからさ、なんだっけ、なんかあったよね、ドミノピザ。知らない。すごい安くなるから、得だからどうか。あったよね。なんかあってんの。そうだよ、頼んだもんね。内容忘れちゃったけど。ここでは頼んだよね、水曜にもね。毎週水曜日やってる。で、それのサービスがなくなったみたいな。あー、ないんだ、じゃあ。もうないのかね。どのサービスか忘れたけど、なんかあったけど。いろんな安いサービスあるもんね。ドミノピザは確かにいっぱいあるからね、うん、で、もう取りに行きゃ安いし、とにかく、うん、あ、そうなの？ 2 枚目が半額じゃない？へ、あ、2枚目がただあれただ、うん、2枚目がめっちゃ安いとかだよね。だからなんか水曜日前3枚で2000円とかあったね。あったあった。で、L サイズドーンみたいな、2,3000円みたいな、クソ安いってやったね。やったよ、やったよ、一時安すぎんだろっていう。はい、はい、これ何の動画？いや、マイナポイントです。マイナポイント。最後。ピザの。こういう動画タイトルむずいよね。俺むずいでしょ。もう何でも許してくれるようになったけどさ、タイトル。釣ってそうなやつでも。皆さんのおかげです。うん。
僕たちお願いします海賊団と申します。